かなり手強かったな。そうね、ずいぶん大きかったけれど、どこから現れたのかしら。どうやら森林地帯に生息する種のようですが、何かのきっかけで街道に出てしまったのでしょう。ふん、珍しいこともあるもんだな。あんたらよくやってくれた。いや助かったよ。一時はどうなることかと。いえ、無事でよかったです。今の魔獣のせいで足止めを食らってたんですね。ああそうだけど、その前に動力エンジンが故障を起こしちまったんだ。仕方ないから一旦停車して調べてみようとしたんだが、そこに今の魔獣が現れて立ち往生する羽目になったのか。通信機の調子が悪かったのもエンジントラブルが原因ですか。ああバスに搭載している通信機はエンジンから動力を取ってるからな。おっと、こうしちゃいられない。なんとか直せないか確かめないと。この様子だと復旧にはまだかかりそうね。一旦町に戻って交通課の人に報告した方がいいか。はあ、これも運命ですか。ま、面倒だけどそうするしかねえかもな。おい、そんな、まだいたの。さすがにまずいな。おいロイド、カッコ撃破に持ってくぞ。さすがに全部は相手にしてらんねえ。いや、ダメだ。それだとバスが襲われる可能性がある。ちっ、それもそうか。とにかくすぐに対処しないと。来ます。うりゃな、よっしゃ。ああ、行くわよ。よっしゃ。わかった、わかった。エッセル、エッセル、そこだ。はあ、奥義対極無双撃。な、すごい、とんでもないです。なんとか間に合ったかな。エステル、大丈夫かい。うん、私は別に。なんとかヨシアの切り込みのタイミングを作れてよかったわ。それはそうと、もしかしてクロスベル警察の人かしら。南口のところで交通課の人から話を聞いたんだけど。ああ、その君たちは。いきなり現れて混乱させちゃったみたいね。はじめまして、私はエステル、エステル・ブライトよ。僕はヨシュアと言います。遊撃士協会クロスベル支部に正式配属になったばかりです。やっぱり遊撃士か。自分たちはクロスベル警察特務支援課に所属する者です。危ないところをありがとう。本当に助かったよ。いいって。あなたたちも結構やりそうだし、余計なお世話かなってちょっと思ったんだけど。いや、正直危ないところだったよ。俺はロイド、ロイド・バニングスだ。はじめまして、エリー・マクダイルです。うっす、ランディ・オルランドだ。ティオ・プラトです、よろしく。ロイドさんに、エリーさんに、ランディさんに、ティオちゃん。あれ、ティオにロイドってちょっと面白い偶然だね。私たちの名前が何か。ごめんごめん、ちょうど知り合いにティオとロイドさんがいたから面白い偶然だなって思って。もちろん全然似てないけどね。はあ、そういえば動力バスの方はどうですか。
どうやらエンジントラブルを起こしているみたいですけど。ああ、クォーツの接続不良が原因なのは確かみたいだが、困ったな。こんなことならもう少しちゃんと整備研修を受けとくんだったぜ。その、よかったら少し見せてもらえますか？ひょっとしたら何とか修理できるかもしれません。お、本当か？そういえばヨシア、飛行船の操縦とかできるもんね。簡単な整備ならお手の物か。いやー、さすが遊撃士、いざっていう時は頼りになるな。いえ、たまたまですから。なあティオスケ、お前エンジン修理とかは？いえ、門外漢です。動力ネットの関連機器ならそこそこわかりますけど。そういえばあなたたちはどうしてここに？私たちみたいに手配魔獣を探しに来たとか？いや、そういうわけじゃないけど。警察の任務でこの先にある病院に向かうところだったんです。そこでちょうどこの騒ぎに出くわしてしまって。この先の病院、聖ウルスラ医科大学でしたか？へえ、そんな場所があるんだ。それじゃあこの場は私たちが引き受けるわよ。用事があるんだったら先に行った方がいいんじゃない？それはせっかくだからお願いしよう。エステルさんにヨシア君だったかな。あ、呼び捨てでいいわよ。見たところ同い年くらいだし。そうだね。できればお近づきの印に。ああ、それじゃ、エステル、ヨシア、動力バスのことをよろしくお願いするよ。うん。君たちの方も気をつけて。そういえば、特務支援課だったっけ？確か、遊撃士と似たような仕事をする部署って聞いたけど。その、まあ、あながち間違いではありませんね。そっかなんだか嬉しいわね。嬉しいって、そりゃまたどうしてだい？だって、似たような志で仕事をしてくれてるんでしょ？それって要するに、お仲間みたいなもんじゃない今後ともよろしくね。こりゃまた。お人よしさではロイドさん以上ですか。なんだか眩しいくらいねああ、こちらこそよろしく頼むよ。しかし、動力者といい、なんとかネットワークってのといい、クロスベルは進んでるわね。てっきり私、リベールが一番動力技術が進んでると思ってたけど。まあ、リベールも技術先進国だけど、伝統を大事にする傾向があるからね。それに、動力ネットワークに関してはエプスタイン財団の肝入りみたいだ。その意味では、今一番動力化が進んでいる場所はこのクロスベルかもしれないな。なるほど。ティータとか連れてきたら飛び上がって喜んじゃいそうねそうだね。エステル、寂しい？あんな形だったけど、ちゃんと再会できたしね。あれから3ヶ月か。みんな元気にしてるのかな？大丈夫。きっとみんな元気でいるさ。誰の話かしら。
任せろ。遊撃士協会のニューフェイス、エステルとヨシアか。なんだか思わずため息が出てしまうわね。私たちと同い年くらいだけど、相当高位の遊撃士なのかしら。ああ、間違いねえだろう。あの身のこなしと技のキレ、かなりの修羅場をくぐってるぜ。そうですね。私たちが苦労した魔獣はあっという間でしたし、今後はあの人たちも商売がたきになるわけですか。そうだな。落ち込んでも仕方ない。俺たちは俺たちで頑張ればいいさ。それに商売がたきというよりいいライバルって考えておこう。その方がやる気が出てこないか。ライバルというには実力差がありすぎる気が。まあそれでもあのハリオスっておっさんよりはまだ追いつけそうではあるかもな。それは確かに。まあ気の持ちようってことさ。せっかくの彼らの行為だ。このまま病院まで行かせてもらおう。また徒歩ですけど、まあ仕方ない展開ですね。せいぜい少しでも体を鍛えておきましょう。よし、上げていこうぜ。はい、任せろ。はい、分析を開始します。情報を入手しました。俺の番だな。えいっ、やさてと、えい、さてと、はい。よかった。先生、可能。始めましょう。やめた。私の番ね。そこ、私の番です。分析を開始します。情報を入手しました。任せてくれ。やっと。よっしゃ。私の番です。ター、任せて。はい、行くぞ。セット、任せろ。さてと、そこです。さてと、そこ。行くぞ。俺の番だな。はっ。はい、そこです。任せて。そこ。行くぞ。えいっと。行くぜ。はっ。新手か、上等だぜ。私の番です。分析を開始します。情報を入手しました。私の番ね。はい、行くぜ。
ぜ行きます。よし、えっと、私の番ね。エヌグマ駆動。はい、そこです。やっ、私の番ね。はい、よし、せっ、はっ、行きます。俺の番だな。はっ、私の番ね。はい、俺の番だな。せっ、ディア。さてと、俺の番だな。はっ、おっしゃ、いい感じだぜ。私の番です。ター、俺の番だな。はっ、ええ、やよし、やっ、ディア、私の番です。ヘイ、任せてくれ。やっはっ、行くぜ。はっ、さてと、ヘイ、私の番ね。そこ任せてくれ。ヘイ、ディア、任せろ。ぜ、行きます。ヘイ、はあ、これで一安心です。さあ、かかってこい。行きます。ター、俺の番だな。こいつはどうだい？はあ！クリムゾンゲイル！任せてくれ！やっ、ディア！ええ、そこ！私の番です。ター、さてと、エヌグマ駆動。えっ、ありがとう。俺の番だな。えい、ディア
俺の番だな。はっ、私の番ね。はい、分析を開始します。情報を入手しました。甘いってろ。行くぞ。えいはっ。任せて。はっ。おっしゃー。ぜい。俺の番だな。はっ。はい。行くぞ。セッディア。ええ、そこ。はい。へい。はあ、これで一安心です。さあ、かかってこい。はい、ター。私の番ね。やっ。甘いってろ。行くぞ。セッディア。よし、もう大丈夫だ。さてと、そこ。よし、やっ、やっ。行くぜ。私の番です。ドライブ開始。やあ。サンクス。さてと。キャッ。よし。えいっ、ディア。俺の番だな。はっ。私の番です。そこです。ええ、そこ。
任せてくれ。やっはっ、ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。はい、ああ、分かったわ。とはっ、そこ私の番です。ドライブ開始。やあ、ありがとう。私の番ね。行きます。そこです。行くぞ。やっはっ。よし、もう大丈夫だ。よし、一気に行くぞ。わかったわ。さてと、分析を開始します。情報を入手しました。今だわ。みんな行くわよ。 OK です。了解。アイサー、はっ、じゃあ、よかった。行きます。分析を開始します。情報を入手しました。今だわ。みんな行こうよ。 OK です。アイサー、ああ、そこです。と、任せろ。任せてくれ。えい、ディア。これが俺たちの力だ。先制可能。始めましょう。やめた。チャンスです。分析を開始します。情報を入手しました。私の番ね。やっ、行くぜ。こいつはどうだい。はあ、クリムゾンゲイル。おっしゃ、いい感じだぜ。先制可能。始めましょう。やめた。私の番です。へい、今だわ。みんな行こうよ。はい、アイサー、ああ、そこです。はい、行くぜ。任せてくれ。やっ、ディア、これが俺たちの力だ。